ですね、今日のあここさんはね、すでに乾物がないと思われます。なぜかと言いますとね、もう顔が見えないうちからね、ブーブーブーボボボとね言いまくっておりますからな。なんかそっぽ向いてますけど。シェル、ご飯食べたか？食べたな。あここご飯食べたか？あんた顔濡れてるよ。はいはい、ちょっと見してごらん。おお、やっぱり食べてますな。怒るな。シェル、今日はシェルだよ。静かですな。シェルはご飯食べ終わった。あーこは。あーこも。おめえ。シェルもペロペロして。ああ、何？ご飯なくなったのか？食べ終わったんじゃないのか？乾物もないな。てるかわいい。もうね、抜け毛のシーズンですよ。今年は去年ほどふかふかにならなかったとはいえ、やっぱりね、他の馬に比べるとふかふかです。乗る前にもね、ちょっとワセリンを塗っておきたいな。お前、ね、またかさびたになりましたな。触ってみるとね、ゴリゴリしてるわ。なのでちょっと今日は靴を履かないでね、外で乗ってみたいと思います。正直当たってるかどうかなんてわからないんですけれどもね、ちょっとこう足を曲げた時に当たってるような、当たってないような、よくわかんないんですけど、今日は外で乗ってみました。赤ちゃんみたいな。
変なんじゃない？